はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。さて、本日はね、こちらアポロ88さんにね、お邪魔をしております。で、こちらのゴドンクラン対戦の会場でして、あのオーカーさんっていうクランのピロニャンさんという方にね、我々関西クラクラクラブもお誘いをもらいまして、で、クラメンがね、参加してたんですが、結果が出てからちょっと、リプレイを見せてもらおうと思って伺ったところね、やっぱりいろんなクランからうまい方が揃うとすごいね、秀逸なリプレイがたくさん、あったんで、ちょっとね、許可をもらって、本日は、収録をさせてもらってます。で、これからね、4日間かな、4回に分けて、配信をしていきたいというふうに思うんですが、それぞれね、テーマを変えていきたいと思ってまして、本日のテーマは、クイヒディガーです。結構ね、前回の、鉄板戦術として、また、星2からの延長としてね、こう使う方が多い戦術だと思うんですけども、これをね、本日の動画では、メインにしていきたいかなと。で、かなりね、いろんな、その使い方で、前回まで持っていってくれてますんで、そのね、多様な使い方っていうところをちょっと、見ていきたいなというふうに思います。で、まずは、クイヒディガーって皆さん、多分ご存知だと思うんですけども、どういう戦術なのというところでね、まずはオーソドックスな、クイヒディガーを1本見てもらいたいと思います。こちら、設楽さんが、攻めてくれているアタックになるんですけども、順次方向から、クイヒを展開して、ベビドラで、一時方面カットをしてますね。このカットも非常にお見事で、もうそれない環境がしっかり、出来上がってます。で、この戦術の意図としては、まずクイヒーパートでディガーをね、一気にこう今24体かな、ストックがありますけども、これを出していくためのルート作りをしていくのとともに、ディガーの天敵にこうなりうる、防衛援軍だったりとか、あとはスケルトントラップ、イーグル砲とかね、こういう施設を潰していくっていう戦術ですね。で、今このクイヒーパートでは、火力がね、この9時方向壁の中あんま高くないんですね、この辺。なんで、バスターにね、こう、クイヒーを後追いさせて、こう、クイヒーを中に入れていくっていうルートを選んでますね。これ非常にうまいですね。クイヒー使うことって結構外周回される人多いんじゃないかなと思うんですけども、ちょっとね、壁の中に少し目をやってみて、ここクイヒーで、施設から2個ぐらいのターゲットで、ずっとね、取れるぐらいで、進んでいけるなと思ったら、こういう壁の中にね、入れるっていうアイデア、ぜひやってみたらいいと思います。それだけでもこうね、ルートがすごい綺麗に出来上がるので、今、ディガーがこうスタートしましたよね。スタートしたディガーたちが、今回の、パターンだとこういう風に走っていくんですけども、こう走らせるためのカット、この部分のカットを全部こう、クイヒーでこうやってるんですよね。これがね、壁の中にクイヒーを入れることによって生まれる効果ですね。で、そういったような形を作りながら、ディガーを最後まできっちり回していって全開に持っていく。素晴らしいですね。見てて惚れ惚れする。もう本当にこれ典型的な、クイヒーディガーのね、全開パターンだというふうに思うんですけども、フリーズも、あと1個残っていて、ディガーもかなりの量がね、今3時側にいますんで、ここまでいればもう全開は見えたかなというところですね。非常にお見事なアタックです。最後のフリーズをインフェルノタワーに打って、これでしまいという形ですね。で、まずこれがクイヒディガーの基本的な、運用なんですけども、ここに今回見てもらいたいのは、これヨッチャンイカさんが攻めたアタックですね。これクラチャンツボルフかなの、ガッツさんっていう方のサブアカになるんで、非常にうまい人のプレイなんでね、参考になる点がいっぱいあると思うんですけども、これ、ロックボマーを、これは援軍というか、に持ってってますよね。平均の枠で。で、それを持っていきながらのクイヒーディガーです。ディガーは22体というところで、今攻めていってるんですけども、これ、まずね、1個目。ヒーラー出してなかったですよね。これなんでかっていうと、今ちょうど影が見えましたけども、このダックエリタンクのところら辺で、やられたペッカ、こいつにね、ヒーラーのターゲットが映らないように、あえて、ペッカがやられてからヒーラー出しましたね。このあたりの小技も非常にうまいですね。
で、ジャンプの呪文を1個使って中に入れていって、このイーグル砲と相手のアーチャークイーン、これ狙っていきます。さらにこの区画に入ることによって防衛援軍も引き出せるんですよね。でこれができるからこそ、突破兵器に関してはロックボマーを持っていって、こいつをね、クイヒーパートとは別に使うということができています。このあたりのね、配置の見極めもめちゃくちゃうまいので、そのなんていうのかな、穴を見る力というか、それによって、突破兵器をね、ビガーパートに組み込むことによりかなり後半の伸びが期待できるという攻めになってますね。で、今防衛軍を倒したところら辺で、ディガーパートスタートです。4時から6時にかけてディガーを出していきながら、一気にね、ディガーたちを攻め上がらせていくんですが、ルートとしてはこんな感じですね。ぐるーっとこう出していく感じで、ちょっと見てほしいのは対空砲がどこにあるかなんですよね。対空砲、もうすでにディガーが結構折ってくれてましたけども、残り1本これだけですよね。ここのところだけ、これだけで、これをディガーで壊しながら残ったこの上の部分っていうんですかね、ここら辺、ここそう、全部ここをロックボマーで壊そうっていう考えなんですよね。この発想がめちゃくちゃうまいなと思って、これはね、ぜひご覧いただきたくて動画にしました。まあ、ただね、ちょっとロックボマーが誤ってそれちゃってですね、今、こちらの、テスラのところら辺でかなりのダメージを受けてしまってますね。対空砲の方に行っちゃったんで、かなりこれで、HP 削られちゃったんですけども、まあ、それにしてもうまいですね。で、ディガーたちはかなりの量が生き残ったまま掃除にもう回っているということで、もう前回まで待ったなし。この攻めのパターンって大きく3つあると思うんですよね。1つはクイヒーパート、クイヒーパートでこう中に入っていきながら主要な防衛施設だったりを削っていく。でディガーパートでだーっと、こちらですね、ここを走らせていって、対空砲を全部クイヒーパートとディガーパートで折っていく。で残ったこの辺の対空砲のないゾーン、あとシングル IT もないゾーン、ここを、ロックボマーとバルーンで一気に潰していくっていう、この3つのパートからできているすごいね、ハイレベルな攻めなんですけども、理にかなってるんですよね。これはぜひぜひね、学ぶ点が多いアタックなんで、もう一回ね、皆さん、見直してもらえたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあ、こんな攻めを見てもらった後でもう一個ですね、まあ、今回、ディガーを使ってましたけど、ホグライダー使っても同じことができるっていうね、ことを証明してくれている動画がありましたんで、こちら、ケンスケさんが、攻めてくれたね、アタックを見ていきたいというふうに思います。これも、突破兵器は、ロックボマーを持っていきながら、ホグライダー22体持っていてますね。これは、まあ、ゴレホグのような格好でしょうかね。どう攻めていくかっていうと、先ほどと同じです。対空砲を、ゴーレムプラスヒーロー部隊、あとホグライダー部隊で折っていって、最後、残った、ゾーンというのをロックボーマーで壊していくっていうね、この、ゴレヒーロー部隊、ホグライダー部隊で最後ロックボーマーの3つの仕事によって全開取っているというアタックになります。多少ね、防衛施設のレベルはまあタンホール11にすると低いかなっていう感じはあるんですけども、それをね、十分に、なんていうのかな、簡素であっても取れるような、かなりハイレベルな攻めをしてますんでね、ぜひぜひこれは、ご参照くだされば、いいかなというふうに思います。まず、このヒーローパートもうまいですね。しっかりゴーレムで、ターゲットを取っていきながら、後ろからババキン、あとはクイーンとボーラー、この辺りを一気に流し込んでいって、中央にある防衛援軍だったり、イーグル砲、あとはアーチャークイーンを狙ってますね。でこの辺りで結構、中心部でボーラーが暴れてくれてますんで、ホグライダーの、動きが見えますよね。こんな風にまあ流れていくのかなっていう感じがします。そうすると対空砲がどこにあるかっていうと、あとこことここなんですよね。ここの部分っていうのは全然対空砲のないゾーンになってくるんで、ここをロックボーまで壊していこうという腹積もりになっていくはずです。はずですっていうのはちょっと、どこからロックボーマーが出てくるか忘れちゃいました確かね、10時ぐらい、あ、そう、ここから出てきますね。ホグライダーできっちり最後の対空砲をこれ潰して、潰し終わってから、ロックボーマーで、残った、防衛施設をカバーしていくと。さらにそこにホグライダーもこう集まってきてますんでね、もう陸と空の、全開ユニットたちの共演がもう凄まじいですよね。見てもらうと、ここの量ですよ。
バルーンとホグライダーがこんだけいたら、まあ時間切れになる要素もなくですね、このまま見事に全員買いまで持っていくという格好です。さて、というところでね、まあ、本日の動画の注目ポイントというか、まあ、重要ポイント、はまず、クイヒーなり、まあ、ゴレヒーローなりによってディガーだったりとか、あとは、ホグライダーのルートを作ってあげる。で、このルートを作ってもらったホグライダーと一番最初に出すこのクイヒーだったり、まあ、ゴレヒーロー部隊によって対空砲を全部折ってしまい、残ったゾーンっていうのをロックボマーで潰していく。このね、3つのパートの使い分け方、ここが本当にこの攻めの肝になってくるし、この発想でいろんな、その配置を見ていくと、前回までのアイデアっていうのがかなり描きやすくなるんじゃないかなっていうふうに思いますんでね、ぜひぜひ今回のアタックから、まあ、このあたり、盗んでもらえたらというふうに思います。はい、というところでね、本日は失礼いたしますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では本日は失礼いたします。バイバイ。